続いて健康な体にとって大切なこと、先ほど、どういう体を健康として認識するのかっていう話をいただきましたけれども、大切なことについて伺いたいと思います。で、私はもともとかなり激しい運動をやってたこともあって、運動にまつわる人間といいますと、どちらかというと今でいうところのストレングスコーチもしくはトレーナーという人たちの目指すべき体が一つあって、一般の患者さんに対してはまた違うところが必要なところ面が出てきます、私はどちらかというと、言ってしまうと健康弱者とでも言いましょうかね、これから私自身も48歳、これから筋力が落ちてくるときにどうあるべきかということに関して一つの考え方、それから目指すべき方向性について伺えたらと思うんですけれども、筋力が落ちてきたときに考えること、黒田先生の一番気になることはどんなことを考えてらっしゃいますか？そうですね、筋力が落ちるとすぐ皆さん、筋トレっていうふうに捉えるんですが、筋力が落ちた原因っていうのは、例えば姿勢の歪みであったり、日常生活で活動量が減ってしまったことであったり、どこかの痛みがあってそれが元で動きにくくなったとか、いろんなことがあるんですね。ですからまずは姿勢動作を正しくしていって、そしてそこから筋肉を少しずつ戻していくということが、大事だと思ってるんです、治療上そういうふうに筋力不足になる方の場合っていうのは、もちろん運動が足りないっていう場合も多いんですが、そもそも日常の動作で動いていないということがあるんですね。例えばぎっくり腰を繰り返すたびに腰が伸びにくくなるということが起こります、そうすると常に腰が伸びない状態で動いてますから、先ほどお話があったおへそから骨盤の前を通っていく筋肉などは常に短縮した状態、それが動けないような状態になった時に、まず例えば、腰が伸びにくい人などで使えてない場合にどういうところが使いにくくなる傾向があるのかということ、それからそれに対してどんなところから入っていくといいのかということについて少し教えていただけますか。腰が動かなくなった方っていうのはすごく感情のコントロールをしているんですね。動かないって思って動かさないっていうことがあるので、まずは治ったんだったらもう大丈夫っていうふうに認識していただく、それから無理に伸ばすということをするのではない。逆に言うとですね、私は原始人歩きっていうのをよくお勧めしているんですが、猫背になってダラーンとして腕を振ってブラブラ歩いていただくんですね、でそのお腹から足につながっている筋肉もそうやっていくことによって丸めながら足を前に出していくと、だんだんこう元のように使えるようになっていくんですね。それからだんだん体を起こしていくんですが、その時に腰を反らせようという認識ではなくて、お腹を少し前側に、足の付け根をちゃんと前の位置に正しい位置に収めようと、体を無理に起こすんじゃなくて正しい位置っていうのを探らせるようにこう導いていくようにしていますね。今の原始人歩きというのはとても面白い表現ですけれども、まさにこう進化の歴史をたどりながらもう一度進化を戻していって元に戻していくと。だから腰は立位で痛めるわけですから、丸める姿勢で四つ足の姿勢に一回戻して、そこからまた筋肉がこう、進化ですね、自分の中でするような過程を取っていくっていう、そんな認識を持ってますね。黒田先生の指導っていうのは本当そういうふうに原因のところまで深掘りしていって戻っていくための、ノウハウが非常にあるかと思うんですけれども、そうするとやはりこう筋力を鍛える前にまずは日常の動作で使える状態を作るっていうことが第一っていうことになりますね。で、それがある程度今度クリアされた方、そして日常的にジョギングなどをなさっている方、実は治療院にも昨今のジョギングブームといいますか、ランナーの方がとても多いので、それに、まつわるコンディショニングとあとトラブルなどが多いんですけれども、普段からある程度運動なさっている方に対して、その中での取り組みなどについて何かアドバイスとしてありますか？運動っていうのはある種目に、専念している方が多いわけですから、一つの動作に体がだんだん偏っていくんですね。で、言ってしまえば前に走ってる方は後ろに動かすと、なるほど前へ行った時に歪んだ筋肉は後ろへ行くと戻ってくる、あるいはこう横へ動いてみる、それから飛んでる方は逆に床に
こう下がるような、なるほどなるほど、沈むような動作をさせてみると、はい、いうことで、行き過ぎたのをちょっと戻してみるっていうことですね、はい、これはあの体がちゃんと反応してくれるので、はい、あのすごく面白い結果が出ますね。あの今おっしゃった反応っていうのは、やられた方ご自身がある程度こうやってみて、ある種の心地よさとか、そういうものを感じたりっていうのも含めてですかね。はい、そうですね。例えば前に前に歩くんだけど、なかなか、はい、進まないって方に、はい、じゃあ後ろ歩きしばらくやってって言って、それから前歩いていただくと、お、前歩きやすいっていう。なるほどなるほど。それはまあ近藤先生よくお分かりだと思いますけども、こうやってご一緒するときも後ろ向きに私走ってますね。そうですね、はい、そういうことをしていくうちに、その筋肉があの偏っていってるってことは気がついてないわけですよね。ところが体はちゃんと知っていて、それによってアンバランスが修正されるので、元々の動きが同じ感覚なんだけれども、体が動いてくれるということが起きますね。あの何度も賞金を取ったプロゴルファーの方で、インターバルを見ていると、よく左側で持ち替えて素振りをしている方がいらっしゃいますよね、はい、でああいう方は左で回っても私なんかでも十分上手らしいですけれども、本当にそういうふうに反対側の動作、もしくは普段あのやったことのないような動作を遊びながら、はい、ちょっとこういたずらするような感じでやっていただくのは、はい、ぜひお勧めしたいところです ね、 ですね。今みたいなこういうふうにちょっとやってみるというゆるさに関して、今度心の持ちようなんですが、どうしてもあの皆さんからご相談いただくときは、やっぱり水泳やった方がいいですかね、はい、とか、はい、あのいろいろそういうふうにやらなくてはという先入観から来る質問というのが意外と多いんですけれども、そういうふうに何か運動に取り組むときの心の持ちよう、それをできたら、うん、あのゆったりとした気持ちでやっていただく上でのアドバイスというのは何かありますか。はい、あの私は最低の努力で最高の効果をっていうことを言ってるんですね。なるほど。で皆さん大体最初に頑張るんです。ハードル上げるんです、はい、ちょっと3段ぐらいハードル飛んだとこでもうガクッときてやめて、1週間で運動やめてしまう、うん、それだったらちょっとずつだけど1年できることを探してみてって言うんですね。1年できるって言ったら、いや私はスクワット10回なんて無理だわ、でも椅子の座り立ちだけ気をつけることならできる、うん、立つ時のお腹引っ込めるならできるのであれば、あえてスクワットではなくてそちらを選択していただくと。でそれによって1年続くと、スクワットを3日でやめた人よりも明らかに成果が上がるんですね。だから自分があのできるだけ少ない努力で長く続けられるものをチョイスしていただく、提案はいっぱいするんですね、はい、プログラムらしいことも、なるほど、でもその中からできることだけチョイスしていただくっていうことはしています。そうするとそういうのを実際におやりになって、まあ、例えば忘れてしまったり、あの間が空いてしまったりとしても、また戻ることができますね、はい、できますね。そういうので結果として長い期間を続けて いただけると、はい、結果長く続けたのと同じような効果が得られる、ね、ということですね、はい、あのよく患者さんというかお客様で、うん、あのちょっとした意識1個しか私できなかったっていうんだけれども、うん、1ヶ月経ってお会いするともう全然違う体になってるってことがあります。そうすると逆に運動しやすくなったり動かしやすくなったので、うん、活動量が増えたりしてるんですね、うん、その目標に一気に近づけるんじゃなくて、ちょっと遠回りさせるだけで自分からそっちへ行ってくれるっていうことがありますね。そうすると、あの動きやすい体になっていただくためのご指導がありました、はい、それと同時にそれを続けていくときっていうのはどうしてもやっぱり気持ちっていう問題があるので、はい、それもどちらかというとやはり緩やかに、ね、ある程度ゆとりを持って楽しんでいただく範囲、はいはい、そしてまたあの一度少し離れてしまったとしても戻っていただきながらポツポツと続けていただく、はい、 そうですね、そんなところを緩やかに目指していただけるといいかもしれないですね。いいですね、はい、あの自分の体を許してあげるってことですね。いい強いることをしないで、これでいいっていうところから始めていただければいいんじゃないか、はいはい、あのそうすると運動にありがちな何々しなくてはという対極のところで、はい、皆さんには元気に健康を長く続けていただけるといいですね。そうですね、はいはい、ぜひそういうところを目指していただきたいと思います、はい、ありがとうございます。